ここに、パンの種類がいろいろ書いてあって、あカウンターとかチョコとか書いてあって、それぞれ2人1組で、その自分たちのテーマがあって、それで最初に今カロリーナ先生が最初の動きをやって、次の人がそのターンをやって、どん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 つなげていって、最後長いあのステップシークエンスができるようにしましょう。もちろん上手なので、やっぱその見てるとこっちも刺激になるし、4回転とか降りてる選手もたくさんいて、自分も頑張んなきゃなというふうに思います。今シーズンは年明けに、冬季だと4年に1回なんですけど、ユースオリンピックというものがあるんですけど、それを、狙っているので、はい、そうです。フリープログラムに4回転トーループが組み込まれているので、やっぱり4回転トーループの確率を上げることを今しっかりと練習していて、あとは曲には入っていないんですけど、2種類目のジャンプとして4回転サルコーを一応練習しています。去年から僕はジュニアデビューしたんですけど、去年選考会で選ばれることなくこの合宿にも参加できなくて、すごい悔しい思いをして1年間そこで練習してきたというか、悔しかったんで、とにかく努力して、やっと出られた感じがして嬉しいっていう気持ち、すごいワクワクしながらこの合宿に来ました。